もうなくなって夜になる。だんだんアダルトな世界に行っちゃいましたね。もうお風呂屋はやめてくれってなんか言いそうな顔して。なんでそんな嬉しそうなの。真っ昼ばっくらアダルティだったのに。いやもう若さんがほらアダルティだったから。でもほら若さんのアダルティと三森がアダルティってのはもうセンスが違いすぎちゃって。大人の色気感のただでくだらない話おじさんの話感の違いですよね。全員が違う。もうなんか愛さんがそこで呆れてるようなね。もうくだらなすぎて。ごめんなさい、聞いてなかったよ。あの悪いことには線をした方がいいかと思いちゃうんですよ。じゃあ、そこなの？何や？その位置なの？あっちじゃなくて。ここでいいよ。そこがいいの？うん、じゃあ、バラケルった方がいいか。あ、じゃあ、こっち、真ん中入る、真ん中入る。真ん中入るの？え、すみこさんの。あ、そうか、お前がこっち来たもんね。そうだから、あ、そうだ、そうだ。リュウ君と一緒に行くよ、こっちが。なんか、あの、お引越しがあるそうで。そう、今日は最後ね、山田さんのために山田さんのためだけにやりますよ。ありがとうございます。もうあの左に帰ってまたあの笑いが明日あいつノイチ来るみたいだよとかなんかで、ね、ノイチが閉店になっちゃってさ、店それはないと思う。臨時休業とかなんかやって三森がわけわかんない食レポ会でまた大食いの店とかなんかでもあれですよ、あの定食頼むとご飯と味噌汁おかわり自由なんで。そうだね、俺確か2杯ぐらいおかわりしてるな記憶が。あのなんか一杯ぐらいのおかわりだっていうのでなんか味噌汁もご飯もおかわりしちゃって、あら食べ放題とか書いてて怒られて。味噌汁が本当美味しかった、うんうん、でも平日って結局あれでしょ、土日はやってるけど平日休んでるとこ多いでしょ、うん、そうでもないですかね。水曜日が土日休みですね。ちなみに深海魚とかどうでしょう今の時期は。もう今禁漁なんで。あら、うん、今度はあの深海魚の時にぜひ食べに、はい、僕はあのほら例のテレビ出た時に、うん、またテレビの話するのかって違う、自分の前が深海魚を食べる企画だったらしいんですよ、うん、あの例のほら広瀬アナウンサーが、うん、あれメンダコ食べたんですよね。そうメンダコ食わされた後に三森が出てくるってメンダコ薬で口に入れてくさーってそうなんか無理やりた、あれもひどいよね今考えるのあのテレビではまだハードディスクの中残ってますよ。あ、そうだってあれパワハラでしょ絶対に今考えればあのピエルタキラってことで、じゃあ締めば、うんうん、じゃあもう2曲シンプルに、はい、あのロックンロール伊豆半島、はい、それ一番やりやすいでしょ多分。じゃあ3人で叫んでみましょう。叫びますよ。叫びますよ。初めソングだから。Rock and roll is hot. Give me the music.
他の曲でもいいんで、とりあえずこの3人で即決ということでね。そう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 、まだ分かる。